さあ、ついにやってまいりました。皆さんお待ちかねの飯テロタイムでございます。さあ、晩飯です。ね、前回はここ午前だったんですけども、どうやら今回はね、ビュッフェ。いつものビュッフェでございます。さあ、行きましょう。まあ、レストランはそんなに広いっていうわけではないんですけども、まあ、この規模のホテルであれば、そこそこ広いっていう感じはしますね。で、中央あたりに、ね、料理が並んでいて、ね、いつもと違うビュッフェの様相を見せております。いつもと違う？いや、普通だな。では、用意させていただきました。ビュッフェ皿がないんでね、普通の丸皿で用意させていただきました。まあ、第一ラウンドはこんなとこでしょう。とりあえず揚げ物からね、いっちゃいましょう。確かこれはエビだったかな。エビだな。よし。うん、悪くない。うん。で、こちらアサリのピッツァらしいです。アサリ感あんまりしないですけどもね。でも、まあね。で、こちら、おそらく滝川の鴨肉でございます。で、パストラミの鴨でございます。鴨なんてあまりめったに食わないからね、うまいです。そして来ました、こちらが芦別の名物ガタタンラーメンでございます。ガタタンってなんて言うんだろうな、あんかけ焼きそばのあんをちょっとゆるくして塩スープみたいなものでございまして、なかなかすごいとろみがかかってるんですよ。でもさっぱりとした塩味で、ね、非常に美味しい B 級グルメというふうに評判が良いものになってます。うまい。そして締めのこちらはなんか釜出しプリンだったかな。釜出しプリンとは言うけど、どう見てもこれクレームブリュレだよなっていう感じはしますけどね。まあでもクレームブリュレだと思って食うとね、私ね、自分で作るぐらいクレームブリュレがお好きなものなんでね、いいじゃないの。はい、ではこれで、飯テロタイム終了でございますね。最後は飲み放題の、ドリンク、ソフトドリンクをね、飲み干してフィニッシュでございます。ごちそうさまでございました。さて、もうすぐ12時になるんですけども、このホテルの温泉は夜の12時で、終了ということになります。24時間入れるわけじゃないんですよ。なので、日付が変わる前にもう一袋入っていきましょう。あとね、ちょっとコインランドリーにも立ち寄りたいんで。さあ、温泉に行く途中にやってきた自販機のところまでやってまいりました。と、目的はこのコインランドリーです。お、ちょうど開いてますね。いいですね。じゃあこれにね、洗濯物を投げ込みましょう。こうね、コインランドリーを使う機械っていうのがね、実はあまりないもんでね、ここは気楽に使えるランドリーなんで、ちょっとねここに来たらちょっと使ってみたかな。まあそれに芦別のカナディアンワールド公園もちょっとね、結構暑い場所だったんでね、来たものをぶち込みたいっていう。さて、値段は500円、500円なんですけども、お札しかねえな。崩すしかねえな。崩さざるを得ませんね。まあ、とりあえず、崩しておきましたんでね。500円を入れて、はい。
一番左のコースになっているのを確認して、そしてロックのキーを入力して、はい、スタートでございます。うん、水が入ってきてる。うちにもね、こういうドラムタイプの洗濯機欲しいな。自分はあの普通の縦型っていうの、縦型のやつだから。さっきモンスター見てましたけども、買ったのはモンスターじゃねえからな、ドデカミンだからな。結局エナジー系かよっていうかもしれないですけどもね、あのモンスターと普通のドデカミンとは天と地の差だからな。はい、夜の声優館はね結構静かでね、過ごしやすい場所なんじゃないかなと思います。まあフリードリンクはさすがに止まってますね。まあしゃあない、入りましょう。おはようございます。正真正銘の朝でございますね。朝になったら今度は朝の飯テロタイム、朝もビュッフェでございます。まあこれは2年前と変わんないかな。まあ朝食はとりあえずはまあ適当にね、パンを中心に選んできたわけですけど、まあ一応そばもね、冷たいそばですけど、あとは炊き込みご飯とかも、はい、ありました。ただね、一番気になったのはね、このパンのね、このなんか形はそんなに良くないけどフレンチトーストなんです。これがね、うまいんだわ。甘くてね、ちょうどいいの。これが、これはね、おすすめだ。これはおすすめ、マジで。はい、チェックアウトでございます。皆様こちらいかがでしたでしょうか。そんなに大きいホテルではないんですけどもね、足別に来た時温泉に入ったりとかね、カナディアンワールド公園を見たりとか、あの怪しい大仏ね、あの旧、北の都を見るときにもね、おすすめでございます。さあでもね、これでしばらく足別に行くのは多分ないと思います。カナディアンワールド公園もね、もう閉園してしまいますからね。いや、非常に残念でございますね。もうちょっと足別市はね、あのカナディアンワールド公園もったいないからね、何らかの形で活用していただきたいなとは思います。そうすればね、また行く機会があるんじゃないかなと思うんですけども、よろしくお願いします。